乗った。あの餌で乗ったよ。キュンキュンさせてフィッシュ。初めは遊びのつもりでした。やっちゃって、どん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 変わっちゃって。ほら、全体の流れを全然見えない。大丈夫インディ？はい、ね、今回はね、またまた太刀魚店屋、店屋太刀魚行ってきますよ。そんでね、前回ちょっと柔らかめの竿で行ったんだけど、今回はちょっとね、これちょっとね、固めの硬い竿で、これなんかビシリ味とかなんかやったりもできる、まあオールマイティっぽい竿なんですけど、うん、こんな硬いですね、まあ、こんな硬いですよ。これでちょっと硬い竿でチャレンジしてみようと思いますよ。それでは一滴マルキュー、いっちゃうか、大丈夫か、いくだ。はい、今日はね、このマルキューのギュッとイワシ使いますよ。電屋ね、まだ2回目ですけど、釣れるかな。まずこの餌の頭切ります。飛んで、そしてちょっと自動巻きでやってみます。おお、引っ掛けた、当たってるけどね、どうすりゃいいの。コン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 いってる。ほら、乗ってた。あれ、バレちゃったよ。あ、乗ってた。あ、バレちゃったよ。バレちゃったよ。何それ。水面でバレました。クラゲがついてる。もうこの時期クラゲもういるの。クラゲ半端ねえ。これで当たんないんだよね。おお。食い上げました。おお。ああ。でもいきなり当たる、やっぱり。終わっちゃった。乗ってたのかな。ちょっと試しにこんな状態でもやってみたいと思います。あの状態の餌で釣れたらちょっと嬉しいな。やっぱダメかな。おお、当たるよ、あれで。おお、乗った。あの餌で乗ったよ。OK、ほら、OK。
あ、抜けた。抜けちゃった。壁の秒数を早くしたらすぐ乗りました。うわすげえな、めちゃくちゃ面白い。どのくらいのサイズですか。すぐちゃう、ちゃんと口にかかってる内側から。こういうこともあった。ヒットです。最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画がいいねと思ったらグッドボタン、チャンネル登録お願いします。キュキュン。